はい皆さん、こんばんは。作家の本田健です、えー。今日はですね、ウェルビングウィークという、えー、幸せと健康とでも訳せばいいんでしょうか。それがいよいよ日本で始まるということで、そのウェルビングウィークに合わせまして、えー、この度ですね、前のご夫妻とお話をさせていただくということになりました。えー、前の高橋先生と、それから窓川さんご夫妻をお招きして、えー、早速、ウェルビーグについて、幸せについて。 豊かさ楽しさ人生の幸せについてお話を、えー、していきたいと思いますでは、えー、前野さんご夫妻よ、えーい,らしえー、いらっしゃいませというか <laughs> ようこそ、えー、お越しくださいありがとうございますこんにちはこんにちは <laughs> よろしくお願いしますこうやってねお二人とお話ししたいっていう話をちょうどスティーブン・シゲマ先生とねお会いした時に、えー すごいあのナイスカップルがいるんだよ。知ってるっていうふうに言われました <laughs> であのもちろんあの本はね、僕あの、読ませていただいたんですけど、いずれこうやってお話したいなと思って、一度クラブハウスでご挨拶させてあげてで、前の先生の方とは一回対談もね、させていただきまして、ええ、今日はは、えー、お二人、えー、まとめてということで、たっぷりね、えー、1時間弱になると思いますが、お話が、はいえー、お聞きできたらと思います。ははい、はい よろしくお願いししますよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今、ラインの皆さんも今、1340人ぐらいの方が見ていただいてます。あーすごいですね。どど増えておりますので、うんえー、これはライブではね、多分2 2 0 0人弱ぐらいの方だと思いますけど、ここから、あの雪だるまのように幸せが増えてきますので、<laughs> 今日はね、たくさんの人を幸せにしましょう。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> はいでは、前の先生、あの早速。 ですが、えー、これ、ボイシーの収録ということなので、その辺もうここからスタートということでよろしいでしょうか、えー。はい、大丈夫です。ボイシーはですね、本田健さんの自己紹介のところからもう収録してますので。あ、えー、すごい。そうなんです。ですは,いはい。もう何十人という方が聞きに来られてるところです。ああ、すごい、すごい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あのでは、あれですかね、最初にウェルビーングの話からいきなり入っちゃいますか。あそうですね、ぜひお願いします。うん はい、あのウェルビーングって実は今私、エイブラハムあのっていう、秘境戦の法則のお,<ー>、えー、お金編をです、ね、翻訳してます。ええ、ちょうどこの数日であのギャラにー上げるとこなんですけど、ええ、ウェルビーングというこがいっぱい出てくるんですよ。出てくるんですか翻訳チームの、ね、あと2、3人と、ええ、ウェルビーングっていうのをそのままカタカナで残すのか。 あるいは言い換えるのかっていうので結構30分1時間ぐらいいろいろ議論しましてね、えー、でももう日本語で半分ウェルビーングっていうのはなり,なりつつあるから<う>だからとりあえずウェルビーングかっこ健康と幸せで健康のところは健康、えー、そしてウェルビーングで、えー、行こうかって話を今しておりまして、えー、なのでもうウェルビーングっていうのえ何何それ SDGs みたいに知らないと恥ずかしいみたいなところにね <laughs> あともう1年2年でいくんじゃないかなと思いますので、この本は5月にで出るので、来年この本を読まれた方ウェルビング、ああウェルビングねみたいな感じになるようになればなと思ってますので、ウェルビングっていう言葉をねぜひ広めるお手伝いをしたいなと思っておりますが、お二人からウェルビングについてちょっと解説いただいてもよろしいでしょうか。そうですね。えー、っと、これ実は1946年に WHO の、あの 健康の定義で使われた言葉なんですよね。はい、健康とは身体的、精神的、社会的に良好な状態のことである。この良好な状態と訳されたのが well-being、はい、という単語で、今おっしゃったようにまさに健康、体の良好な状態健康、そして心の良好な状態幸せ、そして社会の良好な状態を作るための福祉。この三つを包み込む概念なので、うん、まあ私が割と幸せの研究者として幸せに近い意味で使いますが、もちろん 体の健康と社会の良い状態、うん、福祉も含む概念なんですよね。そうですよね。だから、ウェルビーングをそのまま幸せと訳すと、健康の要素とかが落ちてしまうので、えー、でちょっともったいない感じもあるんですよね。その本ではやっぱり健康と幸せと両方の意味で使われてるっていうニュアンスなんですか、やっぱりそ,うすそうです、そう<ー>です。ちなみに皆さん、これ、LINE の方もあ、ありがとうございます。<laughs> あの書かれている、もうそのままもう直球ですね、<laughs> ウェルビングたまたま日経文庫から <laughs> ウェルビングっていう言葉がこう流行り始めたから、うん、解説の本を書いてくれって言われて、うん、2二人で書いたんですね、そしうん、去年書いて、そしたら、そのウェルビングてことがグわーっと広がってきたんで、結構売れて、あの必要な本になってよかったなぁと思ってます。そうですよね いや、大丈夫ですよ。<laughs> あの必要な時に喋りますか。<laughs> でも、あの良かったらマドカさんバージョンのウェルビングはい。そうですね。今高かさんがあのもう皆さんにお伝えしてました。けれども、私がお伝えするときはもうよりこう。身近に感じられるようにこう。自分ごととして感じられるようにお話しするのが、自分にとってのウェルビングっていうところからお話しするんですね。 で自分にとってのウェルビーングってやっぱり自分がどうやったら一番いい状態なのかいい状態でいるっていうことが、えー、自分にとってのウェルビーングいいあの大事なことでその後にパートナーとの、えー、それぞれがいい状態な人が集まったこのチームやパートナー同士ですねそれにとってのウェルビーングじゃあ地域社会として、えー、いい状態っていうのはどういうことなのかっていうのが ええー、それがみんなみんなのまあ、地域のウェルビーング、そういうふうに、うん、あのどんどんこう広げていく感じで考えていくっていうことが大事で、まずは自分がいい状態ってどういうことなんだろうっていうのを考えてくださいっていことをお伝えしていますね。なるほどね。はい。でもあの昔もうそれこそ20年前になるんですけど、ボストンに行った時に、えー、あのブランダイス大学で幸せの研究ががあって、でそこのあの学生大学院の先生あの に英語のアシスタントしててもらってたんですよ、えーえー、それであの僕もあのそのスポンサーとしてあの幸せの研究のねそのなんかこうえと当時なんかそうデバイスをレンタルして何か何ヶ月間か幸せ度をチェックして数値化するっていうののえスポンサーになったことがあります。えー だから当時からすごく、だからもう20年前ですよ、20年近く前からあの、ポジティブ心理学とかに興味がありまして、僕はあのアカデミックな方じゃありませんが、いわゆる本当にこうごくごく短くからいろんな人たちにインタビューする中で、こう幸せそうな人とそうでない人っていますよね。うん はい、そういう人たちから直感的に得たっていうのと、あと自分の体験で、その幸せを見つけていくってことをずっとやってきたんですけど、お二人はアカデミックの分野で、このウェルビングっていう,こうテーマを追い続けてらっしゃると思うんですが、よかったら、あの今日ね、初めての方もいらっしゃると思うので、お二人のそのウェルビング、幸せの研究の関わり方について、よかったら教えていただけませんか。どのようううな経緯でこういうこいとを 二人でごお二人で何かこう追いかけるに至ったのかっていうのはよかったら簡単に教えてください。そうですよね。私の方からじゃあ説明すると、まあ私が先に研究者として研究してたのは、はい、えっと、うん、2008年から本格的にウェルビーング研究、まあ当時は幸福学とも言ってたんです。まだウェルビーングってこともは行ってなかったんで幸福学とも言ってたんですけども、うん、幸福学って言うとまあハピネスの研究と誤解されるんですよね。ハピネスっってのもちょっと、うん 感情的な幸せ、今何かおいしいもの食べて幸せとかですね、うん、短期的な幸せを表すんですけど、ウェ、うん、ルビーンというのは心の良い状態ですから、やりがいがあるとか、人とのつながりとかですね、えー、自分らしさを発揮するとか、そういう多様な、もちろんハッピーも含めて、多様な幸せなんですね。うん、で、私の研究の結果っていうのをちょっと後ろに、あの、 バーチャル背景で示しましょうか。幸せの4つの因子っていうのがありましてですね。はいはい,はいはいはい。これが非常にわかりやすいので、えー、いつも、えー、っと、ズームの時には後ろに示すんですこれです。これ見えますか、はい、<laughs> あの、えー、っと、VC の人は見えませんね。やってみよう、ありがとう、何なんかなる、ありのままに。はい、この4つの因子を満たしている人がどうも幸せであるっていうのをですね。 因子分析っていう手法で求めたんです。うん、あ窓かも後ろ、これに。はい、ありますよ。そうですね、これね、<laughs> ライ n の人ね、これ見せます。<laughs> <laughs> あ,<れ>ありがとうございます。見えるかな本の表紙、幸せのメカニズムの表紙にですね、四つ葉のクローバー書いてあって、<laughs> こ,れこれ、これ。編集者の方がピンと来ました。もう、あの本を出そうってことになった瞬間から、もう表紙は四つ葉のクローバーって決めてましたって、あの素晴らしい。出版社の方がおっしゃってて、うんで、実はこの、このやってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままにって名称は、出版社の方 あの編集者のもともとはですねやってみようじゃなくて自己実現と成長の因子ありがとうじゃなくてつながりと感謝の因子前向きと楽観の因子あれは、えー、独立と自分らしさの因子あるいは独立とマイペースの因子ってこういう学術的にきちんとした名称をつけてたんですけどどうもそれじゃあ本としてはかいですね何か分かりやすい名前つけられませんかねって編集者の方と。 一緒に話してるときにこれを思いついたんですよ。だからもう、講談社、現代新書の編集者の方、さままなんですけど <laughs> これ、これも素晴らしいですよね、ん僕の力、みんなの力なんです。こうやってみよう、ありがとう、なんとかなるありのままになってから、ものすごいやっぱりわかりやすいっていことで取材も増えたし、まあ、その後、妻はですねあの、幸せの研究者じゃなかったんですけど、人手不足でですね、 幸せのその調査に行ってくんないかみたいに言ったらですね <laughs> 論文書いたり本書いたり会社まで作って活躍するよ、ねうんうん、これが、まあね、すごいですよねえードカーの方からもそれお願いします <laughs>、うん、そうですね私が幸せの研究をし始めたきっかけってやっぱりなんでしょうね日々普通に幸せだなと思っていたんですが自分で、うん もっともっとこう自分の人生を生きるこう自分で主体的に自分の人生に関わっていくっていう思いが強くなればなるほど自分の人生がこうんでしょうねキラキラ輝くというか意味のあ,あるものでそして誰かのためにの,あの人生になるんじゃないかあの役に立つっていう意味ですねそういうことができるんじゃないかっていうことを実感し始めたんですね。それはこの4つのつを通して 私の場合だですと、えー、PTA をやっていたときに、この4つの因子がちょうど分かってきたので、これを意識しながら PTA の運営をしていたということがあります。で、そこで、やはり意識して過ごすと、お母さんたちが皆さん、どんどん変わっていくとか、私自身が変わっていくということを体験しましたので、えー、これを多くの人に伝えたいって思ったのが、えー、幸せの研究をするきっかけですね。 なるほど。あのこれねあの、もう一回、ありがとう、やってみよう、なんとかなる、ありのままにってことなんです、まあ。ありがとうはなんとなくわかりますよね。で、あのやってみようもなんとかなるあの、わかると思うんですけど、なんとかなるとありのままにはちょっと解説していただきたいと思うんですけど、そのありのままにっていうのはどういうふうなことなんでしょうかありのままにはですね、専門的に言うとここに、本来感って書いてありますけど、オーセンティシティって言って、 自分の本来の自分は何者であるか、うん、自分は何をしたい人なのか、自分軸っていうのがはっきりしてる人は幸せで、うん、そうじゃない人っていうのは、まあ、要するにありのままに生きられない人、つまり人の目が気になって、人と自分を比べてですね、悔しいとか、羨ましいとかばっかり思ってる人は幸せじゃないっていうことが分かってるんですけど、まあ、その意思です、ね、なるほど、なるほど。自分,に自分らしくいるかほほほほほ。そうすると、ありのままにかっこ自分らしさみたいな感じですかね。 これ、日本人意外と難しいかもしれません、ここが。なんとなく日本人が弱そうなの、このありのままにと、さっきおっしゃった、なんとかなる。そうです、ありがとうは結構、なんか日本人は得意ですもんね。そうですよね。それから、なんでしょうね、思いやりやつながりが、うんこれは日本人得意ですもんね。かさん、なんとかなるに関してよかったら、もう少し解説していただいていいですか。私でですすかかかこれななんんとるっていううのは やっぱり自分のことをいいところも悪いところも含めて認めているっていう自己需要ですね。これが大きく影響してきてまして、で、あとは楽観的でポジティブ。まあ、前向きに捉えられるっていうことがすごく大事ですよね、うん、物事を。ですけれども、えー、じゃあネガティブだといけないのかっていうわけではなくって、そのいいところも悪いところも含めて認めているとか需要できるっていうのと一緒で、ネガティブがあっても、 あってもそこに引きずられるのではなくて、それをまあ前向きに捉えてポジティブにできるっていう、まあ、そこ、両方が大事なんだなっていうのを、あのこの因子はあのお伝えしているんですね。で、やはりいろんなことに、えー、チャレンジできる、まあ、そんな自分でいるっていうことがすごく大事です。なるほどね。あのー、今結構幸せの研究、 かとか、そういう大学の先生とかも、いろんな国際会議でお会いするんですけど、よくなんとかメソッドとか、そういうのつけるんですけど、このなんか、お、お二人の研究が、なんとかメソッドっていうのは、なんか名前があるんですか。これは幸せの四つの因子、コン <laughs> ファクターオブハピネスっていうふうに言ってます。メソッドじゃないです。まあ、これは、あの、僕が元桁というよりも、コンピューターが求めたんですよね。あの、<ー>アンケートを取って、コンピューターで分析すると、四つですっていうのが出てきたので、<ー>まあ、幸せの四つの因子というふうに。 なるほどね。いや、僕ね、ずっとあの、この間お会いしたときも思ってたんですけど、頭から離れなくて、うん、でもう英語の本の表紙も僕の中で結構イメージがはっきりしてるんですよ。<laughs> えー、であの、さっきのこのタイトルでね、そのアメリカのというか世界中の本屋さんで並んでるのが結構僕の中でイメージがあって。ええすごい。そうそうそう。で、なぜかね、英語のタイトルとか言っちゃっていいですか。今ね、僕がこのタイトルで世界中に売れるんじゃないかなと思ってるのが、 幸せの4つの葉っていう、そういうふうなやつだったら、すごい分かりやすいんじゃないかなと思って。へーすごい素敵。あの響きがすごくいいですね。ちょっとロマンチックなんですよ。で、first leaf って、一つ目の葉はって,言って、このね、<ー>のグローパーを説明していて。 えー、これをだから僕もなんかついつい今翻訳のモードになってるから英語、日本語、日本語に変わるんですけど、えー、ありがとうは簡単ですよね。えー、やってみようかなってけどありのままにはやでと言ってもいいかなとかねなんかいろいろ考えてたんですよ。<laughs> でもこれってすっごいシンプルでなんか全と絡めたら世界的なベストセラーになるんじゃないかなと思ってね僕は自分の本のことも考えずに、えー、そっちばっかりっなんか考えてしまうんですよ。<laughs> ありがとう。すご もう<ー>世界中の出版社とかとつ,もうつながりがありますもんね、本田健さんそうなんです、今、僕2冊目を契約するところでもういっぺんだから世界27、8の出版社と別の本で契約する予定になってまして、<ー>だからちゃんとした英語のなんかこう、なんていうんでしょう、こうサマリーがあれば僕も持っていくことはできるので、<ー>これは逆に日本初の幸せの研究みたいなんで、なんか世界席巻してもらいたいなと思うんですよね。 もうぜひ。o <laughs> ービーブス o b e h a p が世界中で広まるならね。ね<え>そうなんですよ。今あの、嫌われる勇気が世界1000万部超えたらしいんですよね。あそうなんですかはい,すごいなので、そういう意味では日本のコンテンツは今、世界に出ていく、うこうなんかなんていうんでしょう、訴、ね、状ができたというか、だからこれ,これで言うとやってみようですよね。という感じがあのします。 で、この4つってすごく僕ね、いろいろ考えてみたんです。これを見て、4つのはずがないだろうと思っていろいろ考えたんですよ。五 <laughs> つ,つ目とかね。でもやっぱり、んなんかこの4つに比べたらくだらないなとかね。いえいえ。うん、なんかいろいろ考えてたんです。例えば皆さん、即行動って大事な感じしません幸せに。反省とか。<laughs> なんかあんまり反省すぎるとねなんかよくないからやっぱそれありのままに入れた方がいいしなんか即行動が必ずしも幸せにつながるかっいうとそういうわけでもないしだからこれはいろいろと考えてこの4つに落ち着いたっていうのはすごい素敵だなと思うんですよねそうですね嬉しいですね行動はやっぱりやってみようですが即は入ってませんけど行動は入ってますねあだかからそのなんかこう

そうなんですよこのままで良いのだみたいな風にそうそうそうと日本的な感じになりますね、うん。今、生きがいって本も世界的にベストセラーになりつつあって、えー、あのよく生きがいについては英語のインタビューで聞かれますね。あ<ー>そうなんですよ。なのでね。やっぱ日本のの概念っていうのはどうあれ、あれですか、嫌われる勇気はアドラーの本なので別に日本初じゃないと思ったけど、やっぱりその日本的な解釈に何か日本的な良さっていうのがあるんですか、うん いやだからもうタイトル勝ちですよね。やっぱりだからそのみんなノーっていう勇気ってないんですよ。<ー>世界中の文化の人も。なるほど。だからアメリカ人もノーと言えないし、スペイン人だってノーって言えないし、中国人だってみんなノーって言いたいけど言えないっていうのは人間の根源的な文化なんですよね。なるほど、はい、だから今ハッピーマネーが世界で出たのもあの、やっぱりハッピーとマネーってに関してはすごくみんな興味があるからで、ね。 だから、この4つの因子っていうのは、すごい需要があると思うんですよね。少なくとも僕の本ぐらいか、それ以上は売れるマーケットはあるってことですもんね。本当ですか。<laughs> そうな,ないです,ですよ。ね、今ところで英語で発信とかはされてるんですかいや、まだちょっと、ね。全くしてないですね。全くってことはないけど、論文を書いたりとか。<laughs> 一般向けはそ,んなに、うん、そうしてないですよね。もったいないですね、それは。<ー>このそういう、それこそあの今度ねあの、これからウェルビングウィークについてもお話し話していきたいんですけど、えー、ウェルビングウィークで、はい、日本初で、そのなんかこう、フォーリーブスのやつをどんとあのロンチして、いろんな人たちに広めていってもらうっていうので、うん、なんかある意味、パテントフリーみたいにみんな使ってくれみたいにしたら、すごい広まるんじゃないですかね。 ああ<ー>今ちょうど仏教的テイストとのコラボをしてるとこなんですよ。The w e l l b i n g Week っていうのを行うのはですね、武蔵野大学っていう場所を借りてるんですけど、武蔵野大学って仏教系の学校なんですよね、はい。そうですよね。ちょっと意外だなと思ったんですけど。そうなんです。もともと武蔵野女子大って言ってて、あの、南山大学じゃないや、えー、っと、龍谷大学とかと同じで、上都信州。 生阿弥陀仏という浄土真宗の流派なんですよ。うん、そこと、この幸せの四つの意子関係するね。みたいな議論をちょうどしてるところなので、うん、そのワークペーストを加えた形で世界に行くといいなって、ちょうどあのタイミング来たなと思ってるところだったんですよね。ああ、そうなんですね。ねええー、いや、もうそう思います。なんか、あの日本の人が思っている以上に海外に行くって、実はハードルが低くて。 そんなにこう、まあ、言い方とかね、そのコンセプトは多少こうひねる必要があるけど、うん、もうこれなんて、そのままもうなんか、これを英語で全部やれば、そのまま世界中に配信することもできるぐらいのコンテンツですよね。でもちょっと直感で言うと、うん、嫌われる勇気ってやっぱり、嫌われる勇気っていうのがものすごい、まあ、日本語でも衝撃的で売れたじゃないですか。 そう,んうん、うん、いう意味では幸せのメカニズムってそんなにある、まあ、何万部は売れましたけど、きられる勇気は100万部ですから、これもやっぱりあのタイトルが幸せの4つの因子だと、うん、アメリカ行ってもちょっとぼやけちゃうんだろうなあと思ってるんですけどね、まあ、ちょっっとみたいになってますけどうん、うん、いや、そうですよね、だからそのコンセプトとタイトルって違うんですよね。 これ、サッカーになりたい方もよくご覧になってるので、あのちょこっとその話も参考になるかなと思うんですけど、ええ、例えば僕の本のタイ,あのタイトル、ハッピーマネーなんですけど、コンセプトはゼンマネーだったんですよ。<ん>で、僕はその方がウケると思って、ええ、なんか、全ポックしたいと思ったら、その最初の読者の人たち、別に日本のものを見たいわけじゃないんですよね。あ<ー>で、ある時あのイタリアの会議で、あの スイス人のビジネスマンのジョンっていう人にね、まあ、結構大きな会社経営してる人と話をして、いや、県のコンテンツは素晴らしいよって、でも俺、全には興味ないんだよね。だから君の本は買わないとか言って、失礼だけど、なんかなんか面白い。<laughs> まあ、そのままストレートな人はね、いいこと言ってくれるなと思って。じ、う、ゃ、ん、それで僕はそ,それでミリオンダラクエスチョンしたんですよ。もうあの1億円の質問をしたんですよね。うん、じゃあ、どんなタイトルだったら買うのって言ったんですよ。うそうしたらジョンが、うん、そうだな。 ハッピーマネーとかって言って、決まったんです。<laughs> 答え教えてくれてたんですか、その時そうそう,そう、えー、コンセプトはよ幸せの4つの因子なんですけど、タイトルとしたら、だからこれ、何かして巻き直して、違う本にして、中身は全く一緒でも、100万ぶれるか可能性があるんですよね。うんそれはあの、日本だけじゃなくて、世界も全く一緒なので、あ<ー>のコンセプトでやっぱり大きく違うんじゃないかなと。 思うんでしょうねそこが苦手であのまあ、まあ、あの学者っていうのは論文はですねその通り書くだから売れる本のタイトルと論文のタイトルって全然違うんですよね <laughs> そうですよね多分ねだから売れる本のタイトル苦手であの例えば幸せのメカニズムじゃなくて不幸やっぱり嫌われる勇気みたいになん,なんでしょうネガティブから入った方がいいとか言われるんだけどいやいやそうそういう本じゃないんだよなとかだからやっぱり内容とコン,コンセプトは違うっていうところがうまく できなくて <laughs> 今日が来たっいやでもこそれこそねこれやってみようとなんとかなると <laughs> ありのままとありがとうを駆使してなんか本が売れたってかっこいいストーリーじゃないですか。えー、そうですね。ねうん、だからこの,この4つを駆使してこの本を100万分にしましたって言ってちょっとかっこいいですけどね。ええ。 えー、だってこれ、ミリオンどころか1000万部ぐらい売れたら、その分だけ人類が幸せになると思いませんかいや、う思います。本当に僕、88億冊ぐらい、うん、80億冊 <laughs> 欲しい、全人類に読んでほしいぐらいの、あの、必要な中身だとは、当に思ってるんですけどね。 そうですよね。この中でもね僕はあのもうほぼほぼ全部の本を読ませていただいてると思うんですけどそのなんでちょっと素人っぽい質問してしまうからあの皆さんちゃんと僕は分かった上であのあの読んだことない皆さんのために決まっからね <laughs> あの中でもこの4つの因子の中で、まあ、もちろん全部大事なんですけど一番お二人がこれは皆さん理解しといてっていうのは何かありますかあるいは好きなものお好きなやつでもいいですよこれは皆さん。 あの、絶対おすすめですよ。っていうのは良かったらお,ふたお二人から4つのうち1つ選べないのを知っててあえて面白いので聞いてみるんですけど。はいはい、でもまどかさんいかがでしょうか？先にあはい、ありがとうございます。もう本当にいっぱいこれって言いたいのあるんですが、今の私とか今の世の中で、はい、って言うとやってみようのワ。ワクワク。自分の心が震えるぐらいこう湧き上がってくるぐらい。やりたいこと。うん っていうことをするとか目の前のやらなくてはいけないっていう皆さんお仕事をどうやったらワクワクできるかそれは自分の捉え方次第だと思うのでそこに義づけるとか、うん、ですからそうやって自分の人生をワクワクするこう輝くようなそちらに持っていってほしいなと思ってます。 なるほどね。ありがとうございます。はい。あ、前野さん、あの、いや高さん。2>, 2人いてよかったですね、二人いて。うん、あの、なんでかというと、うん、やっぱり4つとも大事だっていうのが研究成果なんで、一、うん、つはそこでっ,ぱりったんですけど、<laughs> などのワクワクって言ってくれたんで、あの、ワクワクっていうのは、ワクワクしてるとやる気も出るし、なんとかなるとチャレンジもできるし、このありのままの個性をすの、<ー>だからワクワクがこの3つに繋がってるんですよ。なるほど。ってとなると、もう一つ挙げるとすると、やっぱつながりですね。うん お孤独感を感じる人は幸せじゃないんですよ。だから人と人が大丈夫、うん、元気ってこう声をかけることによって、人と人がつながって、それによってワクワクとか、なんとかなるも出てきますので、うんえー、いや、本当二2人でよかった。だから、ワクワクとつながり言えば、これ、実は全部入ってるんですよね。<laughs> いや、なるほどね。でもこれ、<laughs> あのお話しして思いましたけど、どれも捨てがたいですね。そうなんですよ。すよ本当に今日全部 高い人が幸せで一個低いとちょっと幸福度が低かったっていうことが、まあ、結果として分かってるので。なるほどねあの。僕がもしそれ同じ、ね、質問されたらやっぱりなんとかなるなんですよねおうこ。結構いろいろプランしてるんですけど僕ね8割から9割が失敗してるんですよねいろんなこ試みが。本当ですか、えー そうなんですよ国際展開もやろうと思った2001年で結局2019年にやりあのあのそれができたから結局その18年かかったんですよね。あ<ー>そうなんですで最初に本を書こうと思ったのが 20, 20歳の時にあのアメリカから帰ってきてそのすごいユダヤ人の人にお世話になったのでその話を、えー、本に書いて朝日出版からし出版 決まりだしたんですけど当時のメンタに反対されてやめたんでただそこから12年後に作家になったんですよね。あ<ー>なので僕はやっぱり10年以上待ってあ場合によっては20年待って夢が叶ってるんですよね。だからそういう意味では<ー>曲折がいろいろあってめちゃくちゃ失敗したりとかもう次々に扉が開いて、えー、そのダメだっていうのが結構いっぱいあって。 で、その大学に行こうと思ったけどもあの、学生結婚しちゃいましたね。で、それで、そのなんか、本当はアメリカの大学に行こうと思ったのに、<laughs> そのアカデミックな世界とかに行けず、まあ、頭もそんなよくなかったから、ちょうどよかったんでしょうけど、まあ、そのいろんな扉が閉まっちゃって、えー、自分がやろうと思ったことが、多分ことごとくできないまま気がついたら作家になって流されて流されたんですよね。えー、だから、このなんとかなるっていうのは、僕の中では、 なんかありがとうとやってみようっていうのは結構素直な方だったらできると思うんですけどちょっと僕みたいにいろんな屈折した人生を生きてきた人間としたら <laughs> このなんとかなるっていうのは僕はおすすめしたいんですよねいろいろあるけどお金がなくなったり離婚したりがんになったりするけどどっちみちも最後は死ぬんだからだからまあなんとかならないような状態までなんとかなるよっていう感覚がね僕はあのこの中でもやっぱりあの一番ねお二人の研究で。 素敵なんじゃななないかなと思ってますねあ<ー>なるほどあ。今の本田さんの話、まさに、いや、知らないで見ると、大成功した人なんで、ポンポンポンってうまくいったんだと思う,、うん、思うじゃないですか。えー、どうなんでしょうね <laughs> そう。僕もそういうイメージで言いました、成功した人っていうのは、やっぱりばーっと売り出して、さすがだなと思ってるんですけど、裏には苦労されたりして、だから粘り強さがある人が成功してるっていうことなんでしょうね。うん そうですよね。僕の一番の才能は多分ね、えー、待つ才能だと思うんですよね。あ<ー>一番のタイミングを待って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 、ここぞっていう時に飛び飛び込んでいくっていう意味では、うん、そのなんとかなる因子は、なんかありがとうってね、表面的にありがとうって結構できるじゃないですか。でももしありがとうするとしても、なんかものすごい深いところの感謝と、なんか、 アメリカ人の愛してるみたいなのね、<laughs> なんか日本人って愛してる言わないからだめなんだとかって言うけど、アメリカ人の愛さアメリカ人の I love you はあのなんかこう価値が薄いよっていう話をよくするんですけど <laughs>、アメリカ人が I love you っていうときに僕はたまにあの行ってきますって訳すときがあるんですよね。<laughs> だって家から鍵を車の鍵を持ってあの出ていくときに、うん、I love you, honey って言うじゃないですか、あれは I love you じゃないんですよね。<laughs> あれはもう、いきますと翻訳した方がばっちりなんですよ。それを置いといて、サンキューとかありがとうも、あんまり乱発すると、ちょっと価値がインフレっていうか下がっちゃうんで、<ー>なんか一日100回言うのもいいけど、なんか心のこもったありがとうが湧き出るようなところまでは、なんか粘るのもありなのかなと思ったりとかするんですけど、これも一個一個考えたら面白いでおも、ねね、面白いですね。本当に いや、うちもい、いつも妻がですね、イタリア人は、あの、パートナーを一日に3回は褒めるから、あなたも褒めなさいって言われるんですけど、ほら、たまに褒めるっていう良さがあるんだってこと、今気づきましたね。<laughs> そうですよね。一日10回言ったら、でも男性、ちょっとそれ、ケチるんでですよね <laughs>、うん。この間も、あの、僕の、あの、たまたまセッションにいらっしゃった人が、なんか、感謝とかが足りないんですよって言ったら、男性が、俺、昨日言ったよねって言ったから、あの、 男性とかはなんか一回言ったらもうなんか言ったことが続くんですよね。でも女性の場合は素敵なねとか愛してるとか感謝してるっていうのは5分経ったら流されるから,<ー> <laughs> から5分後にはもう一回言わないとあのゼ,ロゼロカウントになってるんですよね。<laughs> なるほどすごい。男女差があるんですね。それはだから努力しないと、えー、俺言ってるようじゃあた実は足りないってことですね。そそうううでですよね、まあ、そういう話ではあの 僕はマドカスにお聞きしたかったのはね、女性のためのウェルビーングっていうことをやられてるじゃないですか。男性と女性のウェルビーングって何か違うんですかいや,いや、同じだと思うんですけど、同じというか基本は、うん、大事なところはもちろん一緒ですけれども、うんうん、女性のためのってあそこに書いたのは、私が女性なので、うんえー、伝わりやすい、より、なんでしょうね、その気持ちに寄り添うことができるので、うん 夫、うん、との違いを出したくって、やはりそこにあそういうふうに書かせていただいたんですね。で、なるほどあとはですね、皆さんの方がやっぱり私、同じように、だから共感してくださるっていうこともですし、同じ女性の私が子育てしたとか、えー、例えば恋愛の話とか、子育ての話、介護の話とか、その話をする方が分かりやすいんですよ、女性に。あの そ僕は男性のためのにしなきゃいけないのいやそんなことはないんですけど <laughs> あのそういう思いであの書きましたね書,き書いてあるっていうかはいなるほどね、はい、いや面白い僕はでもついついねあのすぐ出版とか本をどうやってるかばっかり考えてるから考えちゃうん、はい、そのなんかこういけてない中年男性のためのウェリビング講座とかもいいと思うんですよね。<laughs> <laughs> あの僕、17の,このシリーズでね、<laughs> はい、10代の20代の30代の書いたんですけど、うん、男性のなんか幸せってなんだろうっていうのを忘れちゃった人たちに、えー、なんか男性のためのウェルビング講座っていうので、もう帯には、幸せって何だったななんだったか忘れたあなたへみたいなね、<laughs> なんかそんなんで、なんかこう、仕事ばっかりしてて、なんか魂を見失った男性陣に書いてほしいですね。 あーなるほどね窓か女性のためのじゃなくて、女性が中年のその幸せ忘れた人のための幸福学って、窓ドが書くとみんな読む気がする。おじさんが、ね、いや、俺も中年なんだけどさ、っていって、書いてもあんまりん。いや、だから男性が男性に書けばいいんじゃないですかね。それもいいんですかね。うん、んうん。同方 <laughs> の。 なんか男性に捧げるみたいな、なんかな<ー>おじさんがスーツでなんかこう本屋さんで涙出してるみたいな、そ <laughs> <laughs> んなイメージですけどね。<の>なるほど。まだまだいろんな市場があります。僕はもう,う、ね、定年後の男性なんですよね。何回<ー>世代が定年になって、うん、仕事は一生懸命やったけど、趣味がない。で、こう、定年後はじゃあ町内会で頑張るぞって、町内会に行って、なんか偉そうに行って、周りの女性人に嫌われて、家に。<laughs> ですね、テレビ見て酒飲んで早く死ぬそうなんですよ。かわいそうな。この悲哀がなんかね、せっかく定年後なんかしたいのに、うん、不器用で会社の中でほら、戦ってきたから、みんなと仲良くするのが下手くそになっちゃったまま、うんうん、う放り出されたその定年後男性っていうのを救いたいって気持ちもありますね。なるほどね。それ,どそれもなんか10万部ぐらい売れしそうですね。<laughs> <laughs> そうか。いや面白いですねこのなんか幸せっていうのを掘っていけばすごくあの面白いテーマなんですが僕はね1 7七8年前の,その,あの大学の先生とお付き合いした時に、うん、なんか僕もっと幸せのことを学びたいんだっていうふうに言ったらそんな人がね悲しそうな顔して「やめた方がいい」って言ったんですよ。<laughs> なんでですかって言ったら今そのポップサイコロジーっていうそういう学会とか出るんだけど。 みんなね意地悪な人ばっかりで幸せな人少ないよって言われて <laughs> えー、そうなんですかって言ったらトラウマを抱えてる人とかそんな人たちしか幸せを学ぼうとか研究しようっていうふうにしないからなんか一部はすごい幸せな人がいるんだけど結構意地悪だったりトラウマを抱えてる人が多いんだよっていうふうにこと言ってるんですけどやっぱり国際学会とかやったらそんな感じですかこれ言ったら怒られるんですけどそうあの前の夫妻は本当幸せそうに幸せの研究してますね。 って言われることがありますやっぱりどうやっていいか分かんないからそれは研究対象になってるっていうそう,うやっぱり悩んでるから幸せ研究始めましたって人はやっぱり実は多いですね。そうですよね。でやっぱりお二人どちらかというとちょっと例外的な研究者ってことですよね。ちょっと特殊,なル特殊なルートというかもともと脳の研究者として。 心はないんじゃないか。脳、うん、はなぜ心を作ったのかって本で、心って別にあるようでないような幻想みたいなもんなんじゃないかっていうことを本に書いて、ううん、うん幻想だから、心ないんだから別に心で悩まなくていいじゃんって思って、すごい気が楽になって幸せになったっていうところがスタートなんですよ。うん、これを伝えたいなと思って幸せの研究に入ったんで、他の人とはちょっと違う。他の人は、ああ、どうやったら幸せになるか分かんないから学ぼうなんですけど、僕は、あ なんかすごい幸せになっちゃったから伝えたいっていう、あの、そういうタイプの研究者で。で、妻はまあ、ね、あの、妻として非常に幸せそうに生きてて、それで私も幸せの研究したいって入ってきたから、<laughs> ちょっとやっぱ特殊なルートっていうか、まあそういう人もいるんでしょうけど、うん、なん,んだっていうのはありますね。なるほどね。うん、でもそのなんか、お前俺の分野だから入ってくるなやとかそういうのはなかったんですか <laughs> 他の研究者かからですか <laughs> いやいや、あの、奥様が私の研究したい<あ>っっ<ー>まあ、こっち来るなよみたいな、なんか、俺のものだみたいな、なかかったんですか俺のものだと思ってませんでしたけど、妻があの最初、子育て終わって、就職しようとしてるときに、ほら、ちゃんとやりがい見つけろよ、ちゃんとこう人とつながって、なんとかなるとチャレンジすれも見つかるんだからって言って、<laughs> 俺がせの研究者君は君の好きなものを見つけなさいみたいな感じだったんですよ。まさか、も幸せの研究者になるっていう発想がなくて、<laughs> うん、多分2年ぐらい、 うん、なんか、やりたいことが見つかんない。あなたはいいわよね、幸せの研究やってて、私も幸せの研究したいのにな、みたいな。えあ、そうか。やりたいことこれなんだ。みたいな。あの、やっぱり、何年かかけて見つけた覚えがありますね。へぇ、さん、<も>その辺よかったら、どんな感じだったんですかそうですね。やりたいことがないっていうか、私、そもそも、なんでしょう。 あのハーバードに夫について行ってた時ですね、うん、世界中から、うん、まあそこに学びに来てた方々がお子さんとかいるのに、ベビーシッターに預けて自分で、うん、まあ学びに行ってたんですね。で、その時、私だけ朝から晩まで子供もを、まあ、0歳と4歳連れていたので、うん、そこにいて、うん、えー、マドカの夢何なのって聞かれた時に、私、この子たちを立派に育てることが私の夢ですって堂々と言ったら、 まあ、えってもう本当にびっくりされちゃったんですね。でそれ自分の人生じゃないわねみたいな感じで自分の人生あなた生きてないのねっていうことでやっぱり子供を育てるっていうのは母親,の母親のとしての仕事であってあなたがやりたい自分が一生かけてやりたいことじゃないでしょっていうことを言われてもうなんか頭をこう歯までガンっていう感じだったんですよ。でそこで気づいてやっぱり自分が 私の人生って何だろうって改めてそこで思って子どもには子どもの人生があるのでそれが大事なんだっていうので帰国してその子育てのビジョンを考える会っていうのを作ったんですけどやっぱりあのそれぞれ人は自分の人生を生きるっていうのがすごく大事なのでさっきあの言ったワクワクしてやりたいことみたいなところあるんですけどそれを思っていたんですがその実際に自分のやりたいことっていうのが PTA にどっぷりつかり その後、こんなに幸せになってきたのに、幸せの要因子が分かり、ですねで。だけど、まあ、それをどうやって伝えていいかも分からなくて、うん、たくさんお母さんたちは皆さん、あのね、他のお子さんと比べてとか、やっぱり子供を立派に育てたいって皆さん同じように思ってる方が多かったので、その当時は。ですから、そこでなんとかしたいなって思ってたけど、なんともならないぐらいになんかこう、もやもやしてたんですよ。それで、 あ夫が幸せそうに研究してるのでいいなみたいな感じでまさかちょっと私もそうやって一緒に研究するっていうふうにはちょっと思ってなかったので最初。なるほどね。はい。面白い。でもなんかお二人でやれるとすごい幸せなところとでもやり方が男性と女性違ったりとかしてこう、えー、なんかそっちじゃないんだけどみたいなのどうやって解決してるんですか <laughs> <laughs> あそこはですね私から <laughs> 言,わ言わせていただくと 私が、まあ、よく言えばすごく素直,素直なので、夫がこうでこうでこうだよってすごいロジックでバーンって言われると、うん、いや、そうじゃないでしょとか、イラッとくるとかいうのは全くなくあ、なるほどって思って、なるほどって思って、全部それをまあ真に受けてこうやるっていうのが今までの私なんですね <laughs> <ー>。なので、普通は他の方、うん、同じ女性に言わせると、うん、それむ、 イラととするることもあるわよねって押し付け押し付けっていうか隆さんの方がこうロジカルでバーって攻めてくるっていうところでなのに私はもう全部あーごもっともごもっともとか思ってあのそれをそのままあの真に受けてやってきたっていうのがあるのでで全くそこぶつかからなかったんですすごいなんかこれ器の大きさの違いみたいなところありますね <laughs> 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 ありのままにってことですもんね相手が来たやつ。<laughs> ありのままで、まあ、この、すごいなって、まあ、こういうところが、マドカの方が強くて、どっちかというと僕はそうですね、うんうん、やってみよう、自分でチャレンジだ、みたいなの強かったけど、どちらかというと、もともとはそんなに思いやりのある人間じゃなかった。だから、思 <laughs> いううなところが違って、お互いに、やっぱりマドカのね、その、喧嘩吹っかけても、なんか、だから、喧嘩吹っかけてもスポンジの中に吸い取られるみたいに、やってるのみたいな、<laughs> ただ、ちょっと。 確かに未熟でした失礼しましたた失礼まお魚様, <laughs> 様の上になんか転がされているような感じだったんですね。<笑><笑><笑>いや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 、いや面白いなであの。今ね、いろいろ LINELIVE の,の皆さんもいろいろねあの、ハートマークとか送っていただいているんですけど、今で何人になったんだ今でね、3785人の方が見てくださっている。だから、すごい合わせて多分4000人ぐらいの方が見てくださっているんじゃないかと思いますが。 なのでね、あのー、このウェルビングのなんかこう、われわれのワクワクが皆さんに広がってるんじゃないかなと思うんですけど、<ー>そうですね、ありがとうございます。いやいえ、それであのウェルビングウィークのことをそろそろね、ちょっとお話しもしとかなくちゃなというふうに思うんですけど、えっと、具体的な日程とどんな形のプログラムかもちょっと <laughs>、よかったらお話しくださいはい。 日程はですね、3月の19から25の1週間。これもともと何かというと、ザワールドデ l ハ Day 世界幸福デーっていうのを国連が定めていて、これが3月20日なんですよ。うん、3月20日はみんなで幸せについて考える日にしよう。で、えー、っと、それに合わせて幸せシンポジウムっていうのを1日、2日、3日ってやってたんですけど、うん、もう1週間ぐらいやったほうがいいんじゃないかな。あの、アースデーとピースデ e っていうのをあの友達がやってるんですけど、そこはもう、うん 日本ででででは1週間やってるんんすすすよよよ長いですよねそうなだからいや、ハッピーデーももっと1週間、じゃあもっとあのコンセプトもウェルビングって広い方にして、ザ、ザがついてるんですね、ザ・ウェルビングウィーク。私たち、この1週間こそがザ・ウェルビングについてみんなで考える日だっていうことでして、どうやってるかっていうと、オンラインとリアルがあるんですけど、あの皆さん、えっと、幸せになるための活動をしてるいろんな、 ビジネスされてるコーチングとか、でしょうね、うん、練習とか、いろんな人がいるんですけど、そういう人たちにこう枠だけ用意して、うんえー、どんどんそういうイベントをしてくださいっていうふうにやるとですね、並列十段個っていうのが、だからものすごいいろんなイベントがずらーっとこう、1週間並んでいる。うんうん、それから、まあ、基調講演として、えー、と、ポーラの及川社長とか、熱ッツ・トヨタ南国ってすごい幸せな会社で有名な会社の横田相談役とか。うん それから世界を渡り歩いているあの高橋歩さん、そういう人たちに基調公演で来てもらう,う、基調公演というイベントもありますし、それ以外はいろんなこう、なんですかね、いろんな人がいろんなイベントを並列でやってくる、やっている、そういう1週間なんですよね。すごいですね。これはあのさっきも伺ったんですけど、何人ぐらいの方がスタッフで関わっているんですか スタッフはです、ね、全員ボランティアなんですけど、今年50人ぐらいですかね。うん、本当に。いや、ボランいや、うん、あの、要するに、利他的な活動をする人は幸せなんですよ。確かに。最初ですね、これ、有料イベントにしようか、無料にしようかって、初年度、7年前に悩んだんですよね。無、うん、料にしたら、テントを借りたり、場所を借りたり、ね、有名な人を呼んだりできるんだけど、大、うん、<laughs> 変だよねって言って、いやもう、無料にしちゃったらどうだろう で無料にしちゃうと、お金のこと全く考えなくてよくて、しかもなんかすがすがしいんですよ。うん、自分たち、今日は幸せな日の1週間のために自分たち時間を出して働くっていうことが、なんかこう、一体感にもなるし、うん、で来てる方々もそのワークショップとかいろいろ出されるの全部無料ですから、本来ならお金取ってやってるようなのも全部ドーンと無料でやる。だから無料だから、人々がこう5000人ぐらい集まってきて、みんなでいろいろ学ぶ。うん っていう場にしかもマスコミで宣伝とかしてない、本当にあの草の根でやってるのに何千人来てくださるイベントになったっていうのは、本当、みんなのおかげですっていうか、やっぱ、<laughs> ウェルビーイング、幸せの輪っていうのは、本気で広げれば、こう商業的じゃなくても広がるんだなっていうことをですね、実感してるとこなんですよね。うん、素晴らしいですね。いやー、本当、ボランティアの皆さん。 実行委員会、実行の項は幸せという字書いて、実行委員会って言って。<laughs> ええー、面白いです。ぜひね告知とか、いろいろご協力させていただきたいと思います。<laughs> ありがとうございます。ええ、であの、あとオンライン視聴もね、あの、全部のプログラムじゃないと思いますけど、今。あの、基調講演とかではやってるんですよね。そうです。全プログラムオンラインで参加できます。はいまあ、定員があるものああ全部できるんですか<ー>で。全部無料でオンラインで視聴できます。 すごい。公園はリアル、武蔵野大学有明キャンパスでも見られますので、ぜひリアルに来ていただくと。うんうん、ね、今あの、申し込み受付中ですので、ぜひね、皆さん。で、オンラインの方はもう、そのまま入れるっていう感じなんですね。そうですね、<laughs> ホームページにもう、ズームとかがあるって、もうクリックしたらそのまま入って、うん、もういろんなコンテンツ、無料で楽しみ放題。ううすごい。ね、<laughs> んな,なんか、みんなが幸せにならないはずがないっていうような、ウィークですね。 いや、本当そうです。本当、うん、主催者側もうなんか、みんなで幸せ温泉っていう呼んでるんですけど、なんか、わーっとこう、成し遂げた。多分ですね、やってみよう成し遂げるとドーパミンが出るんですね。やったこのみんなとやると、 感謝でいっぱいになって、オキシトシンやセロトニンとアイ合ホルモンが出るんだと思うんですよ。<laughs> これ、成し遂げてよしなや、成し遂げた、みんなのおかげって思うと、ぶわーっとこう幸せの,その強い幸せと優しい幸せ全部出てですね、丸,丸2日ぐらいそれあの、温かい気持ちのままになるんです。だからこれ多分 麻薬脳内麻薬っていうやつですから、だから本当に幸せだと、本当にその幸せホルモンっていうのが出て、これを人工的にやるのが、それこそ本当にあの薬っていうものなんですよ。だから、非常に健康的,健康的ですね、ええ。健康的、健康的に肺になれますから、肺 <laughs> になれますっていうなんですけどいや、本当に幸せ、持続的幸せを感じることもできればですよね。すごい。あとでね、LINE の方にはまた URL 送っておきますので、見てくださいね。 はい、えー、ね、えー、あい今ぴったり四千0になりましたねえー、すごいはいなんかたくさんの方がね我々のワクワクとこうやってみようインストありがとうがどんどん広がってる感じですねいやーいですね,うですねありがとうございます,、はい、いますねえこちらこそありがとうございました、はい、いよいよあと数分になってきましたので、はいえー、何かを振っ取りずつこういう あの研究員さんもそうですしやりたいことが見つからなくてまだまだ幸せの一歩手前にいる感じがしてらっしゃる方もいると思うので何かお言葉いただけますかああちょっと今思いついたんですけどこれあの幸せの4つの因子を目指しすぎるとあまり幸せじゃないっていう研究もあるんですよ要するにこれ目指そうとしするとやってみようってねワクワクしなきゃいけないけどワクワクすること見つかってませんつながってありがとう感謝する。 全然なんか何に感謝してい,いか分かりません何ともならないし、個性も磨けないしっていうふうになるとあの、幸せじゃないじゃないですか。うん、だからこう幸せのジレンマで、幸せについてこれ知っといた方がいいけど、目指さねばならないってこう自分にですね、課してしまうと苦しくなるっていう、あの幸せの研究で有名なパラドックスがあるんですね。うん、そ,んそういうあの、どうしていいか分かんない人のために、この優しいバージョンっていうのがあって、こやってみようは、ちょっとでいいんですよ。 ちょっとときめく、ちょっとワクワクすることを、ちょっと、あの、今日はゴロゴロしていこう,いようか、ちょっと外に出ようかって悩んだら、ゴロゴロ、あ、本当に疲れてる人はゴロゴロでいいけど、ちょっと自分でこう、ワクワクの方にあの勇気を持って、ちょっとやってください。このありがとうも、あの、まあ、一人ぼっちで友達がいませんっていう人も、あちょっとでいいから友達を作るっていうか、ちょっと、あの、コンビニで、こんにちは。 ねレジの人にありがとうって言うだけでもいいんですよ。とにかく、ちょっとしたコミュニケーションから始めましょう。うん、<laughs> で、なんとかなるもそうですよね。本田健さんみたいになんとかなるってすごい頑張ったって言われると、私にはできませんって思うけど、そんなことなくて、ちょっと、ちょっとね、なんとかなる。今のままでもなんとかなりますから、まあだから、今のあなたのままで、ちょっとやっぱり前に出てごらんっていうのを優しく言いたいし、ありのままもそうですよね。自分の個性見つかってませんっていう人はいやいや、そのままでいいんです。 あなたの今のままで素敵なので、あなたがいることだけで素敵なんで、そのままでいいんですよ。このだから、これあの強い言葉に見えるけど、実は優しい言葉にもなってんだってことをお伝えしておきたいなって今思いましたね。はい、いいですね。ありがとうございます。<laughs> さあ、丸、ま、岡さんはいかがでしょうか <laughs>、はい。ありがとうございました。今日はもう本当に嬉しかったです。皆さんとね、お会いできて、あのケンさんとお話できて。で、えええー、今、たかしさん、そういうふうに言ってましたけれども、 私はそれを実施するのに皆さんにお願いしたいのは、まあ、自分という人を心から信じてえ大切に思ってえそれをやっていただけたらと思いますはい,いやもう幸せになれるとあのそう思ってもうすでに皆さんは幸せだと私は思いますので、うん、そうそう幸せになろうって思うと、はい、それはあのそれこそ言葉自分は幸せではないって認めたことになっちゃうんですよねだから幸せにななるんじゃなくて、うん <laughs> 私の中に幸せはあるんだって、その人をまず信じて、まあ、絶対ありますから。みんな幸せはあって、それをこう思い出していくっていうことなので、もう,もう気楽に楽しく思い出していけば自分は必ず幸せになれる。すべての人には素晴らしさがあって、それをちょっとまだ思い出しきれてない人もいる。だから自分のワクワクが見つからないでいる人も、いやいや大丈夫です。こうなんか、こうなんか、鎧みたいなのを取っていくと、必ず素敵なものが出てきますからっていう。 ことですよね。これまどかがいつも伝えてくる。はい、もう僕は長くしゃべっちゃったけど。あのそう、いうことだろ、はい、う。ね。ありがとうございます。もうこれはもう、あと1時間も2時間もお話し続けたいですが。<laughs> <laughs> この辺でですね。終わり時間がやってきましたが。はい、僕も最後に一言だけお話しすると。はい、あの、幸せに少し好奇心を持っていただければ、それがスタートになるんじゃないかなと思います。なあの、なんか、ちょっとね。 幸せって何だろう何だろう何だろうと思ってるうちに、はっと幸せの方に入っちゃうんじゃないかなと思うので、あの、幸せってどういう状態なんだろうって、あ、ちょっとやってみるってことなんとかなるってどういうことだろうとか、ありのままにとか、ありがとうって感じ少しずつ興味を持ってみたら、多分、バランスが崩れて幸せの方に行っちゃうと思うんですよね。なので、少しずつ興味を持っていただいたら変化が起きるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この、 あの僕はこの先生の本の中でも一番これが分かりやすいと思うので、この幸せのメカニズムっていう本を皆さん読んでいただきたいと思いますし、さっきの赤いウェルビングっていうのはあの、そのコンセプトがね、はっきり分かる本ですので、ぜひね、お手に取っていただけたら嬉しいです。もう今すぐアマゾンに行って注文してください。読むことは幸せに必ずつながると思いますので。 損はないと思います。僕は保証できると思いますので。そして英語版もぜひ、お二人、楽しみにしております。頑張りたいです。また相談させてください。ぜひぜひ応援させてください。ハッピーマネーも皆さん買ってください。ハッピーマネーも。ありがとうございます。というわけで、長い時間、皆さんお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。